吸引バ政権による細胞心臓外食性成器腫瘍とは犬科において発生する感染性の腫瘍である。外食性成器肉種、スティッカー肉種とも呼ばれる。種として、交尾により伝染され外成器に生じるが、稀にオス犬が外飲部を舐めることにより、鼻腔や口腔の粘膜に感染することがある。オス犬は陰茎や包皮、メス犬の場合は、膣や陰唇が侵されるが、 稀に口や鼻が侵される場合がある。この腫瘍は、カリフラワー状の外見を取ることが多い。正規の場合、包皮からの出血性、可能性の分泌物の排出や、稀に、尿閉、頭痛、性欲の減退が認められる。交尾が侵された場合は、老、鼻血など分泌物の排出や、顔面の隆起学科リンパ節の腫れなどが認められる。診断は、 細胞診により腫瘍の進行を判断するために腹部及び胸部の X 線撮影を行う。この腫瘍はおそらくは免疫系の応答によって自発的に縮退する場合がある。CTVT は普通はじめに4から6ヶ月の成長期という経過を減るがすべての CTVT が縮退するというわけではない。この腫瘍は滅多に転移しない全症例5%程度が 子犬や免疫血管状態の犬は別である。転移は主に局所リンパ節に起こるが、皮膚、脳、目、肝臓、脾臓、抗が筋肉などにも見られる。治療には、外科的切除、やけらく、放射線療法、化学療法などがあるが、外科的切除が最も有効である。ただし外科的切除のみでは再発することがあり、部位によっては、切除が難しい場合もある。 化学療法により寛解した場合の予後は極めて良好である。化学療法剤としてはシクロホスファミド、ビンクリスチン、ビンブラスチン、ドキソルビシンなどが多用される。化学療法が効かない場合には放射線療法が有効な場合がある。CTVT は熱帯、亜熱帯の生殖期の犬によく見られる。この疾患は犬が交配するときに伝播する。 キツネやコヨーテのような他の犬か動物にも伝染する場合がある。主要細胞そのものが CTVT の病原体であり、CTVT は寄生性の癌であると考えられている。この細胞株は200から2500年前に、オオカミもしくはハスキー犬やシーズーのようなアジア産の古い犬種に生じたものと推定されている。CTVT の主要細胞は犬の正常細胞と比べて、 染色体の本数が少ない。犬の染色体は通常78本からなるが、この主要細胞では57から64本しかなく、形状も大きく異なっている。犬の染色体は、X 染色体と Y 染色体以外はすべて、末端同原体型であるが、主要細胞では中部道原体型の染色体が多くなっている。 この腫瘍がウイルスやその類の病原体によって引き起こされているという証拠はない。CTVT の腫瘍細胞はどれも非常によく似た遺伝組成を共有している。特にレトロトランスポゾンのラインの断片がガム遺伝子の一つであるシーミックのプロモーター領域に挿入されており、これは正常な犬の細胞では見られない特徴である。ロシアの獣医師。 M.A. ネビンスキーが1876年に最初に報告した疾患である。この時彼は主要細胞で犬から犬へと主要移植できることを示している。ありがとうございます。